けるわ。ベランダしか漁れない縛りということで、まあでもちょっと待って、漁れない系の縛りも最近やりすぎだな。一つの家、あ、オッケー、わかったわ。じゃあ行きましょう。今回の芝居ですね、もはや漁らなくてももう俺は勝てるんじゃないかっていう。今までね、戦闘をせずに勝ったりとかもしてきたわけですよ、今まで人生の中で。でもはや物はいらないかもしれない、そう思います。僕はこれを勝てればですよ、正直。これを勝てればもうどの縛りも勝てる。ここまで来ました、縛りも。けどね、もうね、俺物資とかいらないんだよね、もう。もはやここまで来ると戦わずして勝つっていうことでもあるんだけど、でもまあ漁らないにしても車を拾えるわけだ。つまり俺は車で殺す。皆さんのためにこいつが今か何をするか説明しましょう。このイカレパンダは普通の縛りに飽きてしまい、もう何も漁らないという究極の縛りを思いついたわけです。しかも生配信中に。このパンダは降下してから一度も物資を漁りません。たったの1回もです。武器も防具も回復も。そう、まさに後悔することでしょうね、なんつって。彼に残された唯一の切る方法は車です。唯一使えるこの車をいかにうまく使えるかがこの縛りの大切の鍵を。大切の鍵、大切の鍵を。ちょ、大切ね、これ台本間違えてんの。ということでご覧ください、どうぞ。できることはそれだけ。まあ、ロードキル縛りとちょっとなんか似てる感じがするんだけど、でもロードキルっていうのはやっぱいい装備拾った上でロードキルできるから、それの5000倍難しい。5000倍難しいから。ということで、まあ基本的にね、これ縛り中はですね、エリアの中心の近く、まあ中心の近くにまあ行くのがいいのかなという。で、漁らない縛り何がね、もう一個点としていい点があるかって言ったらね、このね、上の銃使えるんですよ。これ。あ、ついてなかった、ここ。バギーとかジープの上についてる銃っていうのはね、撃てるわけですよ。漁ってないから、俺一個も。つまり、漁らずして勝つ方法は、バギーの上の銃を撃つ、ジープバギーの上の銃を撃つか、車で引くか。の2つの2択。かつ、この僕の HP というか、もう、メッドとね、ベスト見てただけ分かるんですよ。ゼロの、ずっとゼロの状態なわけですよね。うん、まあ、つまり、食らえば即死。まあ、このスリル、このスリルを体験していこうかなと思います。誰も配信しないっていうのはさすがに嘘。さすがに嘘だけど、あ、俺の、さんに悪口言われたっていう DM 来たんだけど、DM?DM っていうかツイート、違う、リップ。柴さん、なんかおじさんが配信中にあのゴースティングで人から物資もらってるやついるよなみたいな、なんか悪口言われてましたけどって言ったけど、俺その配信見てないから全然わかんないけど、俺そんなことないと思う。さすがに、さすがにそんな某人気 YouTube、 ああ、まさか人の悪口とは思わない。だから俺は信じないけど、でもそういう噂を聞いたことによりちょっと俺は敬遠してる。若干若干ちょっとなんか気まずいよね。もしかして本当に言ってたんじゃないかな、もしかしたら本当にな感じでエリアに向かいたいんですけど、まあ基本的にこの縛りっていうのはずっとエリアに向かい続けるだけの縛りなんで、何も面白くないように見てる分には。でも最後まで残ったら激アツだよね。途中で死んだらクソつまんないけど、最後まで残ってたらおもろい。もはや漁らない縛り。ジップについてるやつが欲しいんだけど、俺バギー多分弱いっしょ。まあ人は人で自分は自分みたいな感じなんで、あんまり人的にかなんていうの、人とあれを気にしないんで、あんまあれだけど、さすがにひどすぎる時以外はあれだけど、多少の悪口はまあ別にわざわざ別になんか言うつもりはないな。ああ言ってたのかなーぐらいの気持ちではいる。それを知ってる人がいたら教えてほしいなってぐらいだよね。本当に言ってましたよとか。これやばそう。これ